行政区域図工科門から光科門広場を望む金地区発音は大韓民国ソウル特別市都心部にある区である聖華台など大韓民国の主要公共機関や小路や貫鉄道などの繁華街がありソウル都心の一部となっているまた慶福宮、聖徳宮など歴史的な建造物も,も多い大学路を中心に 多くの大学が立地する文化の街としても知られる。また、日本でも有名な東大門市場のある繁華街、東大門は東大門区ではなくこちら金宿にある。このように多くの繁華街を抱える金宿は昼夜を問わず賑やかな街である。日本統治時代の1943年6月10日、形城府に区政が施行されて小六が成立した。小炉は 李氏朝鮮王朝により、ソウルが選挙されてから、ソウル中心部の小路は、韓国の初中数機関の集まる町として、発展してきた。現在でも、区内にある、青瓦台や、慶福宮がそれを物語っている。同区を区域とする小路選挙区から、ロブゲ元大統領や李昭弘元大統領が、国会議員に選出された経緯から、韓国政治の一番地と呼ばれている。 現在の区長は、金久氏主、民選五代目の区長である。光家門の南側に設けられた光家門広場、等を中心に盛んにデモが行われる。2017年、金軸一帯で行われたデモの件数は2563件であった。ありがとうございます。